はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回は自分のリスナーさんにめっちゃ高いステータスのヒーローアバターを持っている人がいて、そちらの方から、まあ、動画でねちょっと紹介をしてほしいというようなリクエストをいただきまして、今回はそちらを紹介しつつ最後に、ね、フレンドマッチの方やっていきたいと思います。で、それがこちらの方なんですが、すごいですね。もうフォロワー数も1200人という感じで、結構ヒーローズやってる人でフォロワー数がその1000人超えてる人って結構珍しいイメージがあるんで、すごいね、フォロワーだけでもねすごい多いんですけど、まあちょいちょいねそのアプリのステータスの紹介だったりとか、ヒーローアバターのステータスをね紹介したりしてるんですけども、そちらの方から今回そのリクエストをもらいまして、実際そのヒーローアバターのステータスをもらっ送ってもらったんですよ。で、それがこちらになります。HP が13253の、パワー11186ガード4737っていう、ヒーローアバターが魔人、魔人がねその一番ヒーローアバターの中で HP が高くて、多分それ目的で魔人にしたのかな。で、パワーも11000超えのガード4700で、自分のヒーローアバターの中で一番 HP が高いのが、海洋神アバターで、カイヤバでもね最近見てないけど多分12000の700後半ぐらいだったと思う。だからそこからするとね500ぐらい高いっていうね、はい、あのアバターでもね相当気合い入れて作ったので、それを凌駕するこのね絶大な HP、500高いって相当だよね。でさ、そのバトステやっててもなんだろう、その HP があと300とか500多ければ耐えてたなーっていう試合結構あるんだよ。で、逆にこう相手の HP があと300少なければ削り切れてたっていう盤面とかも結構あるんだって考えると、やっぱねヒーローアバターのステータスってものすごく大事で、やっぱそのね100、200といえど勝率に大きく影響するので、まあそれをねやっぱこう自分のアバターよりも500高いっていう風になると、まあ相当勝率とかもね高くなってくるのかなって思います。で、続いてバトルアプリのチームボーナスがこちら。HP が4750、パワー1550のガード1770、これも半端ないですね。HP4000 とかだったらね、まあたまに見るけど、こうバトスター自分もその今シーズン何百回、多分500回ぐらいやってるけど、 HP が2ラウンドでね4000超えてる人ってほとんど見かけなかった。だいたい1800から、まあ、3300ぐらいが平均、だからまあ2700ぐらいが平均だとして、まあ、4000に近い人とかたまに当たるんだよ、3800とかね。でも4000以上の人ってほとんど見かけてこなかった。で、もしも4000以上の人がバトスタで現れたら、あ、もうこれやる前からこの人やばい、この人強者だなって分かんだよね。ぐらいやっぱりそのアプリ厳選をやってないと絶対4000っていかないんだよ。で、しかもねこれ最強の称号アプリっていうのが、あの2ラウンド7000制限なんですけど、これゴッドアプリ3と戦闘力制限機能と違うんですよ。で、あの効果は全く一緒で、7000以上アップしなくなるんだけど、そのクイックボーナスとかもちろん加算されるんだけど、全くその制限と同じなんだよね。ただその入手経路がバトルスポーツスタジアムの、いつだっけな、あれ前回だか前々回だかのシーズンで100位以内に入った人しかもらえないアプリなんだね。それがまあこの7000制限なんだけど、だから最強の称号アプリってもうその名の通り最強の称号にふさわしくてさ、こうバトスタ100位以内に入った人しかもらえないアプリ、だからこれはまあそこら辺の7000制限よりかはまあちょっとねこう上位版みたいな、いう感じでちょっとね貫禄があるアプリなんですけど、それもお持ちで、しかもこれ HP800 のパワー550、ガード550なんだね。これは固定なのかな、自分このアプリ取ってないからちょっとわかんないですけど、はい、続いて3ラウンドステータスが HP4500 のパワー1780、ガード1750いう感じでね、これもチョコレートアイスの HP800。 だからそのアプリ厳選ってさ、要はその、まあ、自分とかはそんなやんないんですよ。あのステータス、例えばだけど極円アプリ、今回のルーレットのイベントで極円アプリが欲しいって思っても出ればいいやって感じだから、そんなに追わないんだ。で、多分厳選してその3ステータスついてて HP が700以上の極円アプリ取ろうと思ったら、まあ何十周、まあ、下手したら何百周とか必要になってくるから、それのリスクとかも考えてやっぱね、まああんまり追わないようにしてんだ。で、多分今回のそのルーレットイベントで数万円使えば
HP2 ラウンドで4000超えるのは多分できると思う。でもめちゃくちゃ労力が必要で、その分お金も必要で、あのね、違うシーズンだったらがっつりやってたと思うんだけど、さすがにね、ちょっと今50位目指してて、まあ、そっちにめちゃくちゃ時間割いてるから、もし本当にやるとしたら、まあ、例えば深夜の0時までバトスタ潜って、で0時超えるとさ、人っていなくなってくるんだよね。バトスタも人がいなくなってくるから、そのタイミングでなんだっけ、バトスフォロードイベントに切り替えて、まあ、がっつりやれば、まあまあまあできなくはないけど、体が持たないので、まあ、海洋圏でも使わない限りちょっと体が持たないので、まあそれはしないかな。でもあの戦闘力をさ、こう固定戦闘力向こうの、戦闘力倍数向こうにするアプリ、あれ欲しいから、まああれは取るけど、もう出ればいいや。ステータス追ってたら多分マジで身が持たない。はい、ここまでがね、Z さんのヒーローアバターのステータス、そしてバトルアプリのチームボーナス効果のご紹介でした。で、このヒーローアバターを、まあ、作るやり方、要はその厳選に関しては、まあ、ひたすら周回あるのみだけど、そのヒーローアバターのステータスの作り方って結構特殊なんだよね。で、自分が知ってた範囲、よりも深い知識を持ってて、でそれも聞いたんですよね、 DM で聞いたんですけど、それはなるべく公開はしないでほしいっていう風に言われてるので、それに関しては、まあ、知ってる人は多分知ってると思うけど、そこまでの範囲で留めてほしい。一応、まあ、暗黙のルールということで。でもね、すごいやっぱ育て方に関しても、あ、そういうやり方があったんだなって、自分の中でも感心する部分があって、こうまだまだやっぱヒーロー10年やっててもこう知らない部分の知識とか、が、まあ、共有できて、やっぱね、そういうところでもね、すごい助かりましたね。いう感じで、動画の後半では、こちらのね、最強ヒーローアバターのね、ステータスを誇る Z さんとのフレンドマッチ動画、こちらをやっていきたいと思います。で、縛りルールとしては、ベニ仮面禁止。はい。やっぱどうしてもね、こう、ベニ仮面を使ってしまうと、こう、いくらね、HP が、例えば高かったりしても、一瞬でスーパーエナジーに持ってったりとか、あんま面白くないじゃん。で、ベニカミいないだけで多分相当昔っぽいバトル、要はチャージ勝負とかさ、まあさばきの戦いとかができると思うので、まあ、今回もベニカメはやっぱり禁止のもとでフレンドマッチの方をね、早速やっていきたいと思います。時とはし。さあ、ということで、はい、今回自分が使用するデッキが、まずね、これアバター海洋神エリート使います。で、使ってほしいカード、今回はフレンドマッチで、まあ、使ってほしいカードと禁止カードあるんですけど、まあ、禁止カードがベニカメンで、使ってほしいカードがマジンロベルで、他編成はこんな感じ、はい、で僕から提案したのは UM3 段のロベルなので、まあ、ロベル対決になるかなっていう、感じですね。さあ、これね、ベニカメンがいないだけでもかなり昔っぽいね、戦いができるっていうのと、まあ、カードアクションアビリティとタッチアクションアビリティ頼れないので、まあそういう意味ではね、かなり楽しいバトルになるのかなと思います。さあ、必殺技どうしよっかな。まあ連磨いるし、バーニングアタックでいっか。うん、バーニング で自分の海洋神の捨てがこんな感じですね。はい、まあ、Z さんのね、アバターには及ばないんですけど、まあ、結構ね、根気よく育てたので HP12700 で43、まあ、いつか13000行きたいんだけど、まあ、友情だけじゃね、さすがにきついかもね。あ、ちなみに BM の6段と7段の友情をやってないです、まだ。はい、いう感じでね、まあ、できればね、その友情終わらせてから戦いたかったんだけど、ちょっとやってる暇がなかったので、まあ、こんな感じになってます。で、アプリなんですけど、まあこっち別に人造じゃないから全然見せちゃっていいの。はい、トランスゴッド 40%、エリア大会優勝アプリ2 7000制限、全チャン 65% となってます。で、まあこれは一応ステータスアップとかで入れてみました。あとはベニカメいないので多分 40% ギガ刺さるかなっていうので、ちょっとだけアプリは BM6 段仕様みたいな感じになってます。さあ、いきますか。じゃあ3200HP あるので、まあそこそこね、多分このデッキ HP 高くなると思うんですけど、いやでもそれでも勝てないかな。うん、あのステには多分ね、それでも勝てないと思う。まあでもね、今回結構耐久寄りデッキなんでね、まあそこでこうね、はい、クロノアキザ進化なら相当硬いはずで、ロベルもいて、まあ軽減無効とかがいたらね、このレンマ悟空と、これタッグ組めば、まあ、こっちに攻撃飛んでくるから、そうするとガードでね、守れちゃうんで、まあいろんなさばき方でなんとかしていこうという感じです。おーっと、ベジットゼノン
わかんない何デジットゼノ、あーなんかやってくるわこれ、あ復活か、あー復活っぽいね、いけるかも、えぐあ、HP 今すごい上がったね。え、2ラウンドアプリで4500とか初めて見たんだけど今まで見た最高値が自分の中では4300だったんで初めて見たマジですげえ。はい、からのヒン、まあ、ヒンはちょっときついねこれね。はい、クロノアデッキなんでねこっちはね。ただ相手がまあ出してくれれば問題ない。はい、バーダックは何かわかんない。あれ待って違うかもこれ、あれ復活じゃないかも。あれ悟空とトキちゃんバーダックゼノだったら、まあ、復活だったんだけど、あれ違う、ベジットどれだ、あれ連撃かな。まあ連撃っぽいねあれね。うん、だとしたらまあ最大8連撃のやつだろうね。まあしかしながらこっちはね、まあ、ロベルキザ神官相当硬いはず。はい、ちなみに魔人のエリートで、ロベルが入ってます。なるほどね。したらまあこんな感じでいきたいんだけど、まあ一応1000だけ出して終わりかな。はい、相手が4枚出ししてくれれば、あーまあですよね。はい、クロノアは発動ならずと。あ、ゴッドナードか、うー危なかったこれ。あ、そういうデッキか。あ、じゃあまだ5ゼロね。あーなるほどね、なんとなく分かったよ。クロノア発動できないの超きついねこれ。おそらくバーダックがオーダルだと思うんだけど、強者とのバトルなんであれだね。悟空ゼノは呼び通り復活待ちの悟空ゼノ、あー何を企んでいるのかちょっと怖いところですけどもね。ただそんなに硬いわけではない。あのメジットはまあ別に防御性能はそんなないんだよね。ただただ連撃と、まあ、ゴッドバードの組み合わせが怖いかなっていう。なるほどね、このただでさえ高い HP を、まあ、ゴッドバードでさらにアップさせるという作戦か。さあ久々の海洋神、さあこれね最近腎臓ばっかりだったんでね、海洋神自体がすごい新鮮。うん、超久しぶりに使った気がする。さあここは入った。あ、いいね。そっか、これフレンドマッチでもさあれだよね、ポルンガドラゴンボールバトルあるんだよね。はい、これでかいね、これでかいでかいでかい、よいしょ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 。さあ連覇で決めていたかったんですけどもね。まあでもドミグラのゴッドメテオでこれだいぶ刺さるんじゃないかな。7200ダメージ、はい強い。はい、こやつのゴッドメテオが次控えてる。あーちょっとチャージひどいね。うん、次のラウンドでサポートエリアの気力をちょっと消滅させていくと。はい、それに伴って7000制限かければ逃げ場はないはず。はい、行きましょう。さあこのドミグラがマジで優秀で、これね、まあ、ゴッドメテルは正直ごまけみたいな感じなんだけど、基本的にはこれ戦闘力とこいつパワー上がるんですよね自分で。でそれに伴って自分のパワーが高ければ高いほど相手のエナジーをダウンさせて、まあ、最大3つなんですけど、このタイミングが超いやらしくて、こう敵が攻撃してくるタイミングなんだよね。なのでね、もう本当に妨害に特化してて、なんて言うんだろうね、本当になんかもう対策がマジでない。今のところの対策がマジでない。エナガぐらいしかないんだけど、まあこれ1枚のためにエナガ使うのもあれだし。はい、来た最強スーパーサイズ4。はい、これ6枚サポーターにしてたら多分ワンキューサイズだね普通に。さあただし木田新刊がまあだいぶ硬いと。さあここはなるべく回復は阻止していきたいですねこれね。あーおちあーおち、まあいいでしょう。さあ決めてくる。解き替えのゴッドバードきついな。まあ HP 減らした分が回復されていく感じだねこれは。ただベジットの連撃多分2回でこれ終わりだから、あのサポーター人数分攻撃回数がプラス1回されるんだよね。で今ロベルいるので、まあ、2回攻撃、はい、通常攻撃と入れて2回攻撃。あーこれはまあ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 しょうがないね。まあ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 、さあ HP が初期値よりも上がってしまったんだが多分1万。あーなるほどね。あ HP 回復そういえばマジ持ってるよね。うわ耐久力の塊みたいな感じですけど、
どうしようかな、待ってね。いやまあ7000制限でしょう、ここはここはまあ7000制限でちょっと先行クロノア決めていきたい。さあ先行取ったクロノアはマジ強いからね、これ、はい、先にダブルを打って飛騨神官を鋼鉄の硬さに導いていく。こうすることによってもうほぼほぼもう魔人の固定ダメージ以外はまあそんなに怖くないかなっていう。で多分バーダックオータルだと思うんだよね、あれ違うかな、そんなに甘くないかな。さあこれは食らうでしょう、結構これ結構効くはず。よいしょ、あーやっぱりそうだね。さあバーダックゼノだったらあれだったんですけど、あれ違う、あれ違ったかな。あてかごめん、これそっかそっかそっか、戦闘力出ないじゃん、やべやらかしたやらかしたー、これどうしよう。いやロベルは出さないでしょさすがに。さあどうする、これ飛騨神官寝たままだな、相手が戦闘力を出してくれないと起こせない。さあどうする案外もう出さなくてもいいっちゃいいけど、いやどうしようかなこれこれ結構苦渋の選択だね。まあ相手が、4人アタッカーにしてくれれば、まあ、クロノ発動して気出し刻起きるんで、これでいきますか。超絶怖いですけどね、まあ、最悪発動しなくても寝てる状態でも7割減が刺さっていく。さあ名前出した、あ結構出てる、あ来た7枚出し、そしたらクロノ発動してバーダック起きますね。ただクイックボーナスでおそらくは先行、あいや、あ、そっか、7000制限じゃない、あ、いいね、いいんじゃない、いいんじゃない。さあ、これでクロノア発動からの飛騨神官が起きていく。あ、こみ上げる闘争心、え誰だ、バーダックっぽいな、バーダックっぽいね、見た感じは。さあ、こみ上げる闘争心のバーダック、どのカードかがまだ分かんない。さあ結構大変ですねこれ削るのがね、はい、なかなかに削るのが大変、そこそこ硬いですからねこれ。よいしょ、さあここは亀裂を狙っていきたい。あーなんかダメなんかチャージが微妙に決まらないあーいいね、次そしたら3000固定浴びせていきたいね、エナジーも減らして。魔人相手はやっぱ3000固定と、まあ、気力ダウンエナジーゼロ、あれが一番いいかな、はい、魔人と戦うのもね割と久しぶりな気がする。そんなことないか、あーディフェンスロボか、はい、ディフェンスロボで防がれていくが、おーなぜかすごいダメージ取ってますね、なぜだあれなんであんなダメージ入った火力そんな上がってたっけ、火力が、あーなんかねちょっとチャージが微妙ですね今日は。さあじゃあダブルアタック組んでいきますか、飛騨神官での前に龍拳どうしようかな、一応やっとこうか、一応2000固定だけ増やしておきたいねここはね、はい、で次キーソードロックがあるんで、まああれはどこに来るかっていう感じなんだけど、まあ錬磨かな、錬磨の身勝手の極意取れてくるかな。いや楽しいねやっぱこれのバトルね、うん、なんかこの感覚今のヒーローズじゃないでしょ、このベニカメン環境ではなかなか味わえないバトル、はい、このねカードアクションとかにね頼れないというね、このバトル昔ならではのヒーローズ。さあこれでようやく2万6000なんで、あーどうしよう、ゴジータのカメハメハはちょっと残しておきたいんだよね、あれがあるから、乱活があるから、まあゴジータはまだ温存で、でダブルアタック打ちます、でダブルアタックはまあ飛騨神官でしょうここは。さあ来た、さあこれは強烈さあ軽減率が 70%、25%、50% なんで、そこそこ高いよねこれ、そしたら何パーぐらいなんだろう、87%ぐらい、はい、軽減率ってさ、どこまで上げても 100% にならないんだよね、要はこれで例えば死後のダブルアタック100回かけても軽減率 100% にはならなくて、
多分これでようやく、まあ、極炎に近い硬さになったかなっていう感じ。はい、2022 惜しい。さあ来た、まあ、ここは固定ないので大丈夫でしょう。ああいいね、波動歩むの強し。さあこれさっきエナジー1個だったんですが、相手のアタッカーがね今いっぱいいるので、まあねパワーがさらに7000アップしてエナジーマイナス。さあ木出し悟空が出た。あーでもいいね、硬い硬い硬い。まあ極炎だねこれは、ほとんど、うん、この硬さはほとんど極炎で、例えばキーソードロックが木出し悟空に来ても、あのキーソードロックってアビリティの発動を封じるだけだから、例えばこの悟空が 70% ゲイン今発動してますけど、それは消えることがないっていう。まあ、なので、ね、そのクロナのダブルアタックとかも、まあ、消えることないんですよこれ、うん、連続でかかるものに対してはキーソードロックって無害なので。さあ久々の解放シンフリーズやっていきますか。まあでも今月からね、フレンドマッチ募集かけてちょっとそれで視聴者バトルやるので、まあそっちで海洋シンバーサーカーは使っていこうかなと思います。はい、もうしばらく使ってないかんねあれね。関西弁アバター、まあ、好きなんだけどちょっとねさすがに性能的に今の環境はきつすぎる。さあ今日全然パフェ決まらないですねこれ。はい、チャージがだいぶひどい。バーダック、あれバーダック大猿だと思うんだけど違うのかなこれ、違うのか何なのか分かんないですねこれは。あーいいね硬い。さあ追撃で340だから極炎の一歩手前ぐらいか、多分硬さで言うと極炎の一歩手前の 87%88% ぐらいあるので結構これ硬いですよ。で魔人が龍拳やってきたらゴジータで、あー来た、ガード向こうできます。さあこのゴジータを採用した理由もね、ベニカメンがいないってことは、まあ、高ガードに対して弱いなと思って、で自分のデッキ固定ダメージ入ってないのでほとんど、まあ、これ入れましたね。はい、あと復活対策とかいろいろできるんで、まあ、今の環境だと、ベニカメンが多すぎるからこれって減ってるんだけど、でもねこれ乱活潰せるし、で今軽減ダメージ軽減効果を発するデッキあんまりないので、逆に、まあ、刺さっていくんじゃないかな。ベニカ面が全てみたいになってるけど、多分このゴジータはまたもう一周回ってくると思うんだよね。はい、高ガードで結構その身勝手の極意とかターレスとかいっぱいいるので、まあ、そこら辺の対策としてね結構この後に流行ってくるのかなっていうところなんですが、何がある、あとダブルアタック、キーソードロック、レバーダックが謎、3発ぐらいだねあったとしてもね。はい、いやこれ本当に優秀だと思うよ。うん、2000固定もあるしね。じゃあまあやってもいいんだよね、この2000固定つくからこのラウンドでやっちゃってもいいんだけど。じゃあ次でロベル出そうかな、これどうしよう。あ、え、嘘、ダブル龍拳、あーバーダック、それもしかして、え、今回のやつじゃないこれ。あーなるほどね、はいはいはい、悟空と一緒に龍拳打ってるやつだね今回の。コモンかレアかどっちかのやつ、あれかー、込み上げる闘争心と、おー強いじゃん、 1.5 倍。あ、そういうこと、 1.5 倍にパワーガード 1.5 倍。あーいいね、はい、親子の W 流拳、はい、これねイラストいいなーって思ってたんだけど初めて使ってるところを見ました。おー強っ、え、マジ、え、強くね、あれ W 流拳って、え、軽減貫通だっけあれ、なんか龍拳の10倍ぐらいダメージ入ってたね。さあそしてやっぱり組んでくるよね、最強のダブルアタック、あーやっぱそうだね 1.5 倍だね。じゃあ 1.5 で、まあ、2.25 倍ばっかかったんで、ちょっとバーダックは警戒した方がいいと思うこれ。ほら強よ、いや強よ、どうしようこれ、錬魔悟空あんま戦闘力出したくないな次。はい、スーパースラッシュ、あーいたねそういえばね。はい、そしてまた木田新刊が寝ていくと、ただ次はね普通に戦闘力出して、まあ5000だね、戦闘力5000出して記録回復させるので、まあそれは別にいいんだけど、
安定の硬さ。あ、ダブル龍拳ってそうだっけ、あれ軽ゲーム貫通なんだ。今更だけど極限貫通はしてたんだけどさ、軽ゲーム貫通なんだあれ。あー、レンマ。さあ、レンマはちょっと封じたい。ここのチャージは取りたい。おお、ナイス。さあ、レンマは止めた。ただ 70% 減が辛いね、これね。結局その時の海王神のキーソードロックはそうなんだよ、 70% 減は確定なんだよね。で、カメハメハ一旦スルーで、で、あとあれ何落としたんだっけ。あ、そうそうそう、ロベルでこれ攻撃受けるのが今身勝手の極域出しだけなんだけど、キーソードロックとかの場合はこれ選ばれ、なんだろう、他のキャラも選ばれるから、まあね、そういう防ぎ方はできないよっていう、まあ今のいい見本になりましたね、これね。おっしゃ、よいしょ。さあ、今のは狙いました。さあ、これで気力 30% ダメージのエナジー全開で、気力もダウン。さあ、3000固定。いやー、でかいぞこれは。ようやく HP 減ってきた感じがあるかな。これで残り1万5000ぐらい。さあ、どうしようかな、これロベル出したいな。あいつよし。あー、どうしよう、これ仕留めに行くか、仕留めに行っちゃうか、これなんかね、いけそうな気がする。最後はロベルに決めてもらいたいな、これ。さあ、2枚出しか。さあ、レンマが火力出ないんでね、まあ、他で出すしかないんですが、まあ、ロベルがこれめっちゃ優秀で、あ、いいねなんかいいね、はい、ロベルがめっちゃ優秀で、これドローアクションでね、あれができるんですよね、これ、パワー1ができるので、まあ、アタッカーにしても強いです。さあ、からのゴジータ BR で魔人のガード向こう。さあ、龍拳でガードが5000上がった分を今無効化した感じですね。おー、よし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 。さらにガード向こうにクライマックスチェンジ。そっか、これあれだよね、クライマックスチェンジっていうか、その超アビリティは与えるダメージ減少とか食らわないから、これで普通に火力が出せるはい、これは 70% 減の対象外。いや、いいですね、超アビリティは。さあ、どうか。あー、いいね、結構出るよね。で、これさ、そのクライマックスチェンジってなんかダメージ3回ぐらい与えられるから、意外とそれだけでも火力が稼げるっていう。で、最後の身勝手の極意の必殺、あ、なんかちょっとチャージしないな今日。身勝手の極意の必殺技だけは係数が多分乗っかってるのでめっちゃダメージ入るっていう。それさっきもそうだったけどね、結構あれダメージ入るから。よいしょ。いやー、これ決めたいな、ロベル決めたいな、これ。あー、もうなんでそこだ、もうなんで我慢あるね。ちょっとこれチャージ今日やばいわチャージ終わってんだけどやばい、どうしよう。これこの後にね、ランキング戦があるんでちょっと心配、はい。さあ、まあ一応最後は決まったね、はい。あー、まあちょっとね、ロベルで締めたかったんですけどね、はい、上司のドビグラで決めていくと。その気を与えよう。はい、そしてロベルにクリティカルヒットで、おお、いいダメージ。はい、ということで最後は部下と上司の戦いでした、はい。まあ、部下というか、まあ秘書と、秘書 VS 上司の戦いで、はい。で、ここにパンゼノ入れると一応固定ダメージ軽減ヒットを使えるんですけど、まあ 30% 減だから、そうだね、もうちょいこれ半減ぐらいでもね、よかったよね。で、エナジー2個だから、これもエナジー1個とかでさ、で、固定ダメージ減も永続だから、だったらね、開幕ニット使えたんですけど、まあね、惜しいよね、これね、はい。そんな感じで、まあ、今回はね、はい、Z さんの、最強の、ね、ステータスを誇る、もう日本屈指のね、高ステータスアバターのご紹介、そしてアプリもすごかったですね。 HP4500、 2ラウンドで4500はやばいと思う、うん。自分で3200でしょ。で、これちょっと持った状態で3200だから、まあ、相当高いですよね、 Z さんの方ね。
でね、最後に船間もねできてよかったなというふうに思います。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。